はいどうも、つったれ TV エビでございます。今日はね、久しぶりにバイクに乗れたんで、ちょいと走りながらですね、八坂ダムというリザーバーに遊びに来ました。で、このね、昭和ギア主のハイシーズンにあえて山に登ってきた理由、これです。昭和ギ、まあマイクロ昭和ギね。これで、バスが釣れるかどうかちょっとね、実験してみようかなと、そういう遊びをやりに来ました。ということで行ってみましょう。スタート。さあ、ということで、思いつきで八坂ダムにやってまいりました。昭和ギアハイシーズンでね、青物やれよっていう話なんですけど、こういうね、思いつきで遊ぶのも釣りの楽しみですよ。これ、ジグパラマイクロスリム 10g、これでね、果たしてリザーバーでマイクロ昭和ギしたらバスは釣れるのかっていうね、こんな遊びもたまにはいいんじゃないでしょうか。とりあえず行ってみましょう。こんなスーパーディープにバスっておるもんなのかな、全然わからんけど。15g のメタルジグが 14g か、着底するまでに20秒ぐらいかかるけどね。さて、今んとこね、釣れる気配が全くないんやけど、分からんね、可能性があるんだろうか。ちょっとね、 10g に変えてみます。釣りの可能性としてはね、ありだと思うんだけどな。違った。
違ったわ。ハス。バスじゃなくてハスでした。これ。ハス。バス釣れるのかの実験でハス釣れたぜ。